朝日川下半に立つ秋信区器住宅秋信部は、日本の廃人。本名、住宅春美。岡山県岡山市に生まれる。岡山市立石井中学校卒業。1976年4月、岡山市内の下田学園調理師学校に入学。同時に就職し、昼は勤務し夜は通学という生活に入る。4歳年上の女性と知り合い、同性を始める。 この頃より、死、宗教書、哲学書に親しむ。1978年3月、下田学園卒業。1980年、父親の勤務先である岡山市役所に臨時職員で採用され、清掃の仕事に従事。仏教に傾倒し、1982年9月より、中央仏教学院の通信教育を受講。 翌1983年4月、教育課程終了。7月、西本願寺にて特度。浄土新州本願寺派の僧侶となり、法名を、釈、秋信と名乗る。10月、同性相手と結婚。両親の援助により、自宅の一部を改造して、仏間を作り、浄土教の根本経典、無料、受刑にちなみ、無料寺案と名付ける。 1984年2月、急性骨髄性白血病を発病し、岡山市立市民病院に入院。6月、長男誕生。富士の病の夫に対して、妻の実家の希望により離婚。長男は秋信が引き取り、病室にて育てる。10月、自由率俳句雑誌、総運の私有となり、総運社事務室の池田寂吉に指示。 この頃より自由律俳句に傾倒し、苦作に励むようになる。特に、尾崎放斎に浸水。1985年に、苦衆、施作帳を、自費出版。騒運に、権威主義的な疑念を感じ、騒運の元編集者である、藤本和幸が主催する自由律俳句誌、開始に参加する。翌1986年、開始編集同人となる。病状が悪化し、 この年の12月からは、大筆に売らなければ当初できなくなる。1987年2月7日23時23分、死亡。去年25。廃人としての創作期間はわずか3年で、生涯に残した俳句は281句だった。法名は、泉幸知院、釈秋の部坊子。1988年、苦遊であった岡山大学教授。 池畑周一らの尽力により、苦衆、未完成観光。2019年6月、秋信の,の生涯を描いた映画、ずぶ濡れて、犬頃が公開された。監督は、本田孝義、秋信役は、木口健太が演じる。大塚明、文学者倉庫記録図書館124ページ25歳で、成居した、廃人、住宅、秋信の,の生涯、映画、ずぶ濡れて、 犬ロ6月公開、ありがとうございます。